はい、どうもこちら60です。今日紹介するアプリはこちら、タカモン GO。 こちらなんかというと、まあポケモン GO のパロディなんですけれども、まあ皆さん知ってる通り鷹の爪あるじゃないですか。知ってるかな、子供に大人気の。その鷹の爪がポケモン GO をちょっとパクったっていうね、まあパクったっていうよりかインスピレーション的なね、まあいいところをいただいた。まあやっていきましょう、レッツゴー。何が来るか、何が来るか、ちょっと、あ、うわちょっと、この気球のマークダメでしょ。鷹の爪。あ、これちょっと、やばいやん。周りをよく見て注意しなくても大丈夫です。なんか歩き回って、ボールを投げるのが流行ってるらしいんですよ。これは、なんか、一応、ポケモン GO みたいに歩かなくていいらしいです。おお、ボールを投げてなんとかもをゲットですよ。風にの邪魔に負けずに、これだね、これこいつ。風の向きを読んで上手にボールを投げよう。投げまくったボールは5分に1個ずつ増えるから投げまくろう。投げまくれなくなったらショップで買えるぞ。布団の中は楽々。ま、お前らはこんなもんだろ。オラオラ、やれるもん。普通でいいか。あ、すげえ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 。すげえ、ちゃんとできてる。一応、じゃあじゃあ置いたけど。で、これは、ポケモン GO みたいに、ポケモンが普通にいるって感じ、あ、ポケモンじゃない、なんとかも。いるって感じじゃなくて、普通にもうこうやったら動きません。写真以外はね。まあ、投げていきましょう。こいつが今風やっちゃってるんで、こっち寄りになっちゃうんです、多分。普通に投げた。こっち寄り、いきます。あ、くそ。こっちかな。お、来た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 。おぉ。専門かな、なんて書いてあるんだろう。あ、またなんか出た。次はこっちだから 2.7。こんぐらいかな。オッケーオッケーオッケー。こっち掴んできた、こっち掴んできた。サーモン。いきます。待って、ちょっと。まあ、いいや、しょ。レッツゴー。これ他のものもパクってるような気がするけど、ドラモン。ちょっと、今気づきました。まあ、これもパクってるっていうこともあるけど、全部の、ものに門がついてるよね、最後に門が。僕はそう思う。アモン、ほら待って、これはなんかガチャ感覚でいいかもね。おお、ここ掴んできた。これいいね、仮門。あ、ちょっと待って、ちょっと やばいな。行きましょう。 2.7m。 どんなもん、こんなもんか。あ、まちょっとフリーズフリーズ。オーケー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 、コツが掴めてきたよ。コメオン、コメオンかな。よいしょっと、コメオン？なんて書いてあるの？コメオン。あ、これ知ってるの来たよ。アーモンだっけ？カモンだっけ？なんだっけ？アーモンだった。しましょ。まあ、まず普通に投げたらどうなるか。あ、やっぱそうなるんですね。じゃ回転は実現可能なのか。あ、でした。それでは行きます。レッツゴー。あ、やばい、そろそろボールがなくなりつつある。無駄なく行きたい。ちょっとこいつ掴んだんじゃないですか。これは見たことあるぞ。一人でできるもんだっけ。よしよしよし、一人でできるもんか。おいー、あ、コーラゲットしなきゃいけないやつじゃん。よしよしよし、最後の1個で。やばい、よーし。ボールがありません。ショップに移動しますか。よし。いや、ちょっと待ってくれ。ん、ちょっとこれあかんでしょ。これ完全にこれおうんみたいな感じになってるし、眠り薬。ガチの課金じゃないよね。多分違うと。ガチだ。ガチだよ。レベル選択ストーリー。あ、ちょっと。で、いつの間になんか、まあまあレアっぽいのが出たから行きます。いけ。よしよしよし。パチモン。あ、ちょっとこれさ、次ちょっと超難しいやってみよう。4.9m。 あ、むず。もう真横レベルでいかなきゃ。ちょっと待って、消えた。ちょっと待って、隠れてる。ちょっとみんなやって。
ってんのかな。うわうわ、ちょっと待ってくれ、いくよ、いけ、え、やばくね、やばい、これ死んでる。え、図鑑でございます。一人でできるもん、アモン、カリモン、ドラモン、専門、コメオン、ちょっとこれわかんないですね。ちょっと、パチモン、無一文。俺、国語サーモン。ちょっとレアそうなのがいますけど、一番これレアだね。あ、待って。あ、これ。あ、よかったよかった。あ、じゃあ、ここら辺は結構レアなんだ。ほうほう。多分ここら辺が激レアだと思うんですけど、じゃあ動画見てボールゲットして。待って、ちょっとエガちゃんみたいなの来たよ。待って、やばい、これ 4.9 なんだけど、やばい、うっそ、ちょっと逃げよう。まあいいや、普通で。お、あ、あ、なんかキモいの来た。よしよし、なんだなんだ、のけもんな、川に入れてよ。ちょこれなんか怪しい。来たー、いけ、あ、ちょっと手ごわい、いけ、うっそ。あ、これね、一応 AR オンオフできるらしいです。凝ってるねー、パクリのパク、え、今当たった、パクリの割には凝っていますけど、イチャモン。あ、すごい優等生みたいなの来たけど、まあ、こんなもんしょ。なんと、タカモン GO、これだけではパクリは収まらない。なんと最近発売したふふふふプラスもパクってしまった。はい、こんな感じで、はい、タカモン GO プラス、さあ出かけよう、タカモン GO プラスと一緒にお布団へ。というわけで、タカモン GO プラスのペーパークラフトが出ております。はい、というわけで作り終わりました。こちら、なんと新発売、タカモン GO プラスです。素晴らしいですね。ついに私、本家のタカモン GO プラスより先にこちらのタカモン GO プラスゲットしました。イエイ。いやー、とにかく軽いですね。本当にもう何もつけてないような感覚です。ここのバンドとかもね、すごくあれにそっくりですよね。地味に見ると分かりますかな、タカモンって書いてあります。ほら、タカモン、タカモンってね。で、ここに、タカモンボールのね、やつがちゃんとついてます。ちょっとこのね、カラーもね、すごく似ていますね。なんか、どっちかっていうと、丸々。入りましょう。まあね、こんな感じです。まあ、一応ここテープで留めてるんですけど、僕、小5でこれですからね。一番短いところ。こんぐらいの長さです。まあ、これで、長すぎるって人は、ここら辺でペーパークラフトなんで、ちょん切っちゃっていいです。で、これのいいところは、とにかく軽いです。このキャッチフレーズみたいな感じで、まあ、公式が言ってるのは、とにかく軽くて、そして、まあ、こたつとかで、布団の中でゴロゴロとできる。そして何よりいい時は、いいところはですね、まあ、周辺に、まあ、タカモン、なんとかモンが出ても、何も反応しないという、素晴らしいキャッチフレーズ。もうこんな感じでやったらね、ほら、完全的タカモン GO のガチ勢ですね。いきます。よし、当たった。ゲットだぜ。難しいな。ほい。ちょっと遠く飛ばないですね。ほい。ちょっと俺下手になったかも。オッケー。なんだ。来た。じゃあ、今日は最後にレベル選択で超難しいができるのかやっていきましょう。くそ。頑張れ。4.4 が来た。うわ、広告やだ。よし、いきます。いけ、くそ、あと16もある、大丈夫、いけ、頑張れ、 OK、 あー、当たんない、頑張れ。もう真横にやっちゃうでいいな、ちょっと斜め、あー、なるべくこっち遠くに、くそ、別のやつでやったらなんか来た、ホルモン、しゃ、やばい、5.1、
勢いが、がね、あばね、いけるっぽい。ああ、なんか、なんかさっき奇跡的に言ったんですけど、あ、もう今のも惜しかった。ああ、惜しい。ぐる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 ぽーん。ああ、今当たったでしょ、完全的に。というわけで、遊ぶ感じです。というわけで、皆さんもこちらのタカモン GO、ぜひやってみたらどうでしょうか。まあ、パロディ的な感じの中では、面白い方じゃないかなと思いました。ポケモン GO のパロディ結構出てるけど、これはなんか、ね、もともと人気のあるものがパクったんで、いいんじゃないでしょうか。というわけで、これからのタカモン GO のダウンロード数が気になりますけど、これは皆さんもぜひこちらダウンロードしてみてください。それじゃ、バイバイ。これは、ペーパークラフトは何気に30分ぐらいかかりました。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の動画は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。